日本東京都渋谷区猿学町猿学町は東京都渋谷区にある町名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は150-0033。東京都渋谷区の南西部に位置する。北部は渋谷区上須谷町。東部は山手線の線路境に同区渋谷に接する。南部は八田通りを境に同区大観山町。西部は 旧山手通りを境に、目黒区青葉台に接する。地域内に、鉄道駅はないが、東急東横線大観山駅が近くにある。また、渋谷駅も徒歩県内にある。地域内は、住宅地であるが、大観山駅付近では、オフィスビルや隠し店舗なども見られる。古墳時代末期の円墳、猿がくずかに由来する。塚の由来には、諸説ある。塚の上からは、 遠くの山々を望むことができたことから石膏塚、さ、我がく塚かとも呼ばれた。もともと大小二期があり、間を鎌倉街道が通っていた。大正時代朝倉家がそのうちの一つを打ち壊したところ武具が見つかり、その後当主と作業をした親方が、奇病に取りつかれ、武具を埋め戻したところ間もなく回復したことから、残された塚の上に、猿学神社が創建された。現在、 ヒルサイドテラス内に残っている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。猿ク2日古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。